日本は母国に比べて安全だと感じるか、街角の外国人にインタビューしました。よかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。酔っ払いがいない、街角に人が立っておらず危険な雰囲気がない、ゴミが落ちていない、黒人観光客でも受け入れてくれる、親切で店員は挨拶してくれる、など日本の治安を絶賛する声が多く聞かれました。英国エコノミスト誌の調査部門エコノミストインテリジェンスユニットが発表した世界の都市安全性指数ランキングでは東京が1位に選ばれました。ちなみに2位はシンガポール、3位は大阪でした。この調査は世界の主要60都市を対象に57の指標をサイバーセキュリティ、医療健康環境の安全性、インフラの安全性、個人の安全性の4分野に分けて分析したものになります。安全性を考えると東京や大阪は世界トップレベルなのです。アメリカより断然安全だけど、実際住んでると女だからって嫌がらせされたこともあるわ。に海外の反応、日本に4年住んでるけど腕のタトゥーのおかげでみんな俺を避けてくれてる。3海外の反応、フランスはマジ危なくて酔っ払いに尾行された、日本に行きたいよ。4海外の反応、酔っ払いは新宿でしか見ない。5海外の反応、確かに治安は良いけど道に迷いやすいから不安になった。6海外の反応、シカゴはマフィアがいっぱいだ。7海外の反応、 NY に住んでるけど日本に行った時は背後を気にする必要がなくてすごく楽だった。8海外の反応、アメリカは危険でいっぱい、日本に行きたいです。9海外の反応、新宿で2回もドアを閉め忘れたけど何も起きなかった。10海外の反応、電車に忘れたスマホと財布が無事戻ってきてびっくりしたわ。11海外の反応、ブラジルは昼間でも心が休まらない。12海外の反応、東京だとジロジロ見られたり夜に後をつけられたりすることもある。3海外の反応、歌舞伎町は危ないから気をつけて。14海外の反応、日本の犯罪者は外国人ばかり。15海外の反応、やっぱパリはやばいよね。16海外の反応、夜の東京は不気味だよ。17海外の反応、マダガスカルはマジ危ないから絶対夜は外を歩けない。18海外の反応、世界一安全な国だと思う。19海外の反応、ルワンダが安全だって。マダガスカルはマジ危ないから絶対夜は外を歩けない、あそこって危険だったんだな。以前テレビでマダガスカルの地上を映した番組があったが、治安が良さそうに見えたんだけどね。せっかく安全なのに外人が増えて危なくなる。結局外人が危ないってことだな。外人の犯罪増えて迷惑。日本における犯罪は人口比率で外国人より日本人による犯罪率の方が圧倒的に多いけん、一部のアジア系外国人が関与した犯罪率は人口対比で日本人より高いよ。ちなみに日本の刑務所に収監されている囚人の6割は丸国籍だけどね。ネイティブと比較して帰化した丸国系、丸々系、中丸国系の犯罪率が圧倒的に高いのは周知の事実だけどな。そもそも犯罪するような貧困層は日本に来れないからな。本来なら他国にお邪魔させてもらってる外国人の犯罪率はゼロじゃなきゃおかしいんだよ。日本人より低いなんて何の自慢にもならん。日本を安全だというやつは日本のことが分かっていない。こいつの身に何が起きてそうなった。例の院長に車で轢かれそうになったんだろ、多分 W。ただ興味の件みたいなのもあるし、信用しすぎるのも気をつけなさいよってことだろ。新宿で2回もドアを閉め忘れたけど何も起きなかった。2丁目の店でドアを閉め忘れたら人生が変わった。そのドアは効くかもんかな。あ、犯罪より自然災害が怖い。丸中国や丸国の犯罪多くて困る。特に通り名のやから、日本の特徴は銃器を使用した犯罪がほぼないことだね。近年東京と大阪などでアジア系の在日外国人が関与した各種犯罪、窃盗、金塊密輸、特殊詐欺、違法薬物などと不法滞在が増加している事実は統計上でも明らかになっているが、国内全域で治安は良好なレベルだよ。
俺は酔っ払ってうんこ漏らしたぞ。稀に人をバラバラに切り刻んだり、ガソリンを持って放火に向かう狂人が現れるけど、それでも世界的には治安は良い方なんだろう。ゴールデン街はバカ外人のたまり場になってしまった。日本は治安が悪いと回答してるやつはどこの国籍だ。 W 日本の男がまともだから日本の治安が良い。国家の差は男の差。メディアは絶対にそこを指摘しないけど、ネット民くらいは知っておけ。まず人の良さの前に銃の有無の時点でね。ジロジロ見られたり後をつけられるって、それ日本人じゃないと思うよ。比較的安全だけど絶対じゃない。外国人は目立ってしまって変な人に目をつけられやすいから気をつけた方がいいかも。日本が安全だというやつは日本が分かっていない。もう半世紀も日本に住んでるけど安全だぞ。時折言われなく切り裂かれたりすることがある。辻切りという W 時折言われなく電車の中などで切り裂かれたりすることがある。変態痴漢 W 日本に4年住んでるけど、腕のタトゥーのおかげでみんな俺を避けてくれてる。やっぱり威嚇じゃん。だから嫌われてるんだよ。